織田信長は上杉軍との戦いに勝利、謙信は手取川に散った。これにより東方の大敵は甲斐の武田勝頼のみとなる。信長は同盟者徳川家康、北条氏とともに武田征伐の兵を挙げ、再び勝頼を破る。勝頼は真田昌幸の招きに応じ上田城に退却。謙信を失い復讐に燃える上杉軍と連合して信長の追撃軍に対抗戦とした。集まり抗い果てるとよい。第4話武田殲滅戦。それが己の望みなら。盛況を誇った武田も小城に追い込まれたものね。全軍に命ず、滅ぼし尽くせ。上田城は自然の上に見えない道が思わぬところにつながっている。上杉家は義によって真田昌幸殿にお味方し、我らが主天心藩を追い敵信長を討つ。武田から願いった者がいたら味方の指揮を いざ尋常に勝負。一匹は三人の裏切り者、荒山、小山田、天南、彼らは首元に天罰。上田は守りが固い。私が正面から門を開けよう。敵将信長が召した。お見事ですな。この構えは上田城を甘く見ておる。こんなところに敵が。名のある武士とお見受けいたす。敵将信長が召した。見事に出そろ。軍馬よ行け。本城一族の野望を強くて。行くさらにさらなる混沌。稲城信長め上田に攻め寄せたが運の尽きよ。対する真田昌幸は軍力の達人。まず叶うまい。内政様、小田原で一気が起こっております。それは一大事。急ぎ小田原へ戻られば。見えすぎたけど捨ておけばよい。捨ておかれては孤立したわしが困る。門は固く閉ざされております。名のある武士とお見受けいたす。信長に追い詰められた勝頼の選択肢は2つ。
真田正幸を頼る、小山田信重を頼る、勝森は救いない、小山田は裏切っていたからだ。名のある武士とお見受けいたす。救援片付けね。敵将信長が召した。お見事。なるご活躍、上杉の兵士諸君、火を見せる時は今ぞ。真田の兵は主に似てずるんしているので、暗がりからの奇襲に気をつけましょう。
顔へ山城、天に代わりて踏みを打つ。押して参る。天下の実践、天心功の形、目指せていただく。力の拳の居場所はこの世になかった。してくれよ。決める。そうはさせんよ。見くびってもらっては困る。してまいる。
な。戦わん。いざ尋常に勝負。敵将信長の名を見よ。援軍を武田の一と誇る鹿と目に焼き付けよう。本陣の敵が至急救援を。門は厳重に打ち付けられております。Hey!
正幸、天守に不在。天守を探せ。真田のこと何かある？天守には強者こそふさわしい。悲しい、我と戦うには人は脆すぎる。されております。戦乱の終わりは早すぎる。まだ天下を与えるわけにはいかない。あらぬ、面白い。このままではまずい。信長が召した。お見事にて、ソロ。風を切ったとて無益なことよ。信長、良いことを教えてやろう。やがて貴様は豪華に焼かれ、野望と共に果てる。楽しみだ。最後の策が破れたな、正幸。我が策をことごとく破るな。我が策は、だが、さらなる意地は尽きる。最後に死に払
花が咲いたか。敵将信長が召した。